金さんが姫路の百姓の親分だという人物がいます。農家の開発明弘さんです。ありがとう。はい。ありがとうございます。もうあらゆるものがある。お客さん、カボシメロンはどうですか。美味しいですか。美味しいです。トマトはね、トマトも甘くて、少し湯がいた方が美味しい。美味しい。結構羽が。お買い物に行きます。でもちょっとあの売れすぎの方が美味しい。トマトもじゃなくて。トマトトマト。うん。こんなに美味しいんです。今日よかったね。今日来た。よかった。来れて。このまま帰って冷やされて。すぐ食べます。すぐ食べます。このまま。結構買いに来られるんですか。はい。とこちらがよく買いに来られる。はい。今日は連れてきてもらって。はい。トマトも甘くて美味しい。ありがとうございます。はい。すみません。ごめんなさい。見よ。見よ。うまい。全部うまい。だからその。関節の節がなる位置が悪いさかに、だから着火のとこはな、だから7、8節目ぐらいやったら、大きなになるんやけど、もうその7、8の本場からコルルが8枚目以降になったらやっぱりもうほんまやほんまや。だからやっぱりあの植える時期によって、植える時期によって全然大きさが違う。だから沖縄なんかで大体もう5月20日過ぎてから植えてるから、今日さっき言った柴さんとこ行っとったんやけど、あそこはまだ遅れてあげたからまだ出されんぐらい。そうやろ、この日だったの。だからわしらあのハウスの中にしてもうたら写ってもうたら分かるけど、もうずらーって並んどるから、ハウス写されてもらう。それ今入ったら寝ちゃうと。いや昨日もな10時に来たんや。昨日10時に来たやつ、みんな入れ言うて入らせて、ほんとはもう百姓の連中からもう全部入らせて、ほんとは昨日あの18日にあの姫路港でフェステマスするやん、さあそれのビデオを撮りに来たんや、だから大阪から専門が来たんやけどな、地図やったら、袋入り、ビニールハウスな、いっぺんビニールハウス入れて、どっち行ったら一番いい。もう南風の草がいな、北の畑、北を低い風が全部出てくる、もう半分以上は遅れない、この時新しいやつ出てくる、長いと思ったら前に水溜めとくのやれ、いやいや、地下水をな、1滴1滴入れるようにせんとな、もさへんねん、こういう具合に、もうこのぐらいやったらもうぼちぼちな、これ1分1分ぐらいだから、だからこういう具合にな、するぐらいに、うわー、綺麗な、これもさがい、あの路地のもんと全然ここ丸みや、そんなが違うやろ、そうやな、汚れへんしな、汚れへんしな、それはもう着火もやろ、おさかいな、割と何部でもなるんや、そんなこと言うとあれけどな、さかいにもうここらが今この辺大体ちぎってっとんや、なこれでちょっと変わったやつがちょっと残っとるけどな、ほんとはこの辺ちぎったらもう早くここで前のが何両入るや、もうそこらはもうずーっと、ほんならトマトみたいな、おい何部でも上行く段ができてみる、おさかいにあの普通の路地やったらな、大体あの網干メロンみたいに1週間で終わるに、さかいに7節目8節目9節目ぐらいにもう 3個か4個なったらやな、四本立ての12個取ったらな、もう1週間で終わる、我々もう路地で作るのとそうやったもん、これやったらもうこれ取るやろ、この上まで取るやろ、ほたほたもう歯が枯れてまうやろ、ほた取るのが終わったらまた新しい芽がバッと吹くん、へえ、ほいで9月いっぱい取るわし、
3倍ぐらいできるんちゃう。おお、このハウスはな、中にクワズいっぱい取る。だからそれを開発したいから。うん、やっぱり開発者メリットはだから去年からこういう初めてしてな、うん、去年はなこのドームしとったんや、うん、ほんとはな管理に行くにな通られんね、頭腰曲げて行くいうのはこうはね、こう90メートルあるんやこうな、うんうんうん、ほんとは腰のあ南の頭行くに腰の頭んや、だからにもう真ん中をこう切ってな、うん、それでこういう具合にしてこう裏も鳴らすように、うん、前去年ねドーム型にしたらこっちの胸にするとこっちが回ってまうやろ、うんうんうん、だからやっぱり毎日こう管理見に行かんなさかいな、うん、管理がしやすいようにしとかな、あ、今年は全部ドームセント全部これにして、うん、竹を全部これ入れて、うん、で横棒入れて、うん、それでもうこういう具合に、うん、だから瓦行って全部これ取れって、うんうん、瓦にこのおなごだけどっさあるとこがあるさかい、うん、あんのこんな瓦に、瓦にあるの、ほあ、なっぽでもあるさかいな、なんかにもうこれホームセンターで買おう思ったらえらいこっちゃ、いやほいであもう何千本置いてな、あとの処理なかないやんか、うん、え、あとの処理もこういうのがええやんか、あ、ほいのこのこね、もやさしまやし、うん、すごい、いやだから誰もやったやろ、大阪昨日も取りに来てな、みんな大阪が来てもう市役所の連中もみんな入れてびっくりしたやろ、ああみんなびっくりしとった、大阪にこれはもうだんとちょっと一つの冊子でもせんからの、ノウハウで、だからもうどうせみんな真似すんだから、それを一番上手としてやな、いやささか若い日に今年青島の軸来てやな、月に一遍20人ほど来て、いやみんなやれこういう具合にやれ、収穫をこうやったらこうできるやろ、そうや、あれ死ぬ取らせてくれるように一生懸命毎日考えとんや、また木端やから、路地でやったらそんなできんやろ、そうや、だから路地で500本、うん、だからわしらハウスやったからな、もうこれやったらもうつるの長さは 1.5 倍ぐらいになるやろ、うんうんうん、それは理屈から言うたらこうまっすぐしたら直線短いけど、うん、田辺の集落全然ちゃうわな、あっちもあっちもとこやろ、それでもう壊してきたら、惜しかったよ、みんな買いに来てくれるやん、我々にも賑やかやろ、今も来とったよ、おー、さかい、美味しいさかい来てくれるには、美味しなかったら来へん来へん、わざわざ、おばちゃんの話聞いたさあ、トマトでも美味しいさかいな、来てくれるに、もうその前でやろ、出ようか、うん、出よう、出よう、もう熱中症で食べてもうたら困る、今日のおもなは何がおもな、今か、うん、今、夏日とな、いや、肥料、おもな、あ、肥料、うん、肥料はな、あの、コップン魚粉。コップン魚粉な、やっぱり。コップン魚粉。それ入れなの。コップン魚粉、それから、カキ殻な。カキ殻いうか、あの、あれちゃうね。あの、カニ殻。カニ殻か。おう。あれね、普通のカキの殻じゃん。あの、カニの、カニのな。カニの殻はな、連作障害に、あの、何やいう菌が、あれ入っとうさかいな。ええの。さかに。それは500円、600円じゃん。これは5月3000円ぐらいですね、一体。これは、カニの柄です。カニ、カニのな。チキンのな。だからこんなんは3000円ぐらいするやろ。だから、コップのと変わらへん、これ。だから、それに魚粉入れて、それでもうこういう、だからワニの、みんな若い人もな、全部ワニで混合してな。持って帰らしたんや、うん、やっぱり恨んだ思ったらな、みんな同じ品物取れんとな、うん、みんなが同じように取れんと な困るさかいな、だからにマネーで作って持って帰らしたんや、うん、やっぱり入れるもんからほいで土から全部同じようにちょっと大変もみんな持って帰らしてな、マネーが作った大変みんな持って帰らして、うんうん、そこからしていかんとやっぱし泣きようにサイバー方法だけしたでな、うんうん、やっぱ元の肥料も仕事ったら、そりゃそうや、敵が仕事でくさかいに、タクもほとんど薬使えへんで前言ったから、うん、やっぱり土に余計やっぱ力いらんの、うん、さ余計なからさかに、あの単位なんかやったらもう、うん、炭を余計入れてやろ、うんうん、どうです味は甘い、美味しいやろ、うん、まあこれ食べてみてわね、これあのポットでしてこれはもうあかん思うんだけど、やっぱりポットでもな、入れるもん入れたら美味しいで、あんま美味しいやろ、美味しいやろ、やっぱりさかいな、美味しいの作ったらみんな、うん、もうこうでもらえたら、うん、
姫路の百姓の親分。いや、そんなことないけどな。農業者、あの生産者会議のな、一番の偉い人。いや、そんなことないがな、百姓。ちょうど値打ちあるわ、うん、こんだけのこと工夫してんやからな。皆さん二人でツーショットで。羽も美味しいやん。これあんたとこ来ても来てもあんなに運動やった。ああ、そうやろ、大阪にもちょこちょこちょろちょこちょろちょこぶっちゃうんだから。毎日もこう、あの車いっぱい持ってきてまだわかるじゃん。全部行きやもん。開発さんのところで育てられた野菜は美味しくて地元の主婦の方にも大人気。これからも新しい生産方法の開発や若手の育成に頑張ってほしいと思います。パソコンだったらそれやろ。